敗れた直後、福島由紀は柔らかい表情を浮かべ、最後、身体の右側に来た強打を返せなかった。多彩花と左手でタッチする。やがて二人の目に、が浮かんだ。7月29日、バドミントン女子ダブルス。踊り自決勝中国の陳青心、海地盆組と対戦した世界。 ウキング1位の福島、広田は1対2で敗戦大会を終え。最後まで諦めず、2人で楽しんでやるとい。のは伝えられたと思います。福島、最後まであ。諦めない、それは大会前、出場できるかどうか。瀬戸際に立たされて生まれた2人の決意だ。金メダル候補として注目されたペアの異変。 明らかになったのは、一次リーグ初戦広田が右。周りに入念なテーピングを施し、右足全体。覆うような大きなプロテクターを装着して。罰した時だった。試合に勝利した後、明らか。出たのは全治6ヶ月と言われる右膝の前10時。対断裂の重傷を負ったことだった点6月の日本。 表合宿中でのことだった。多くのアスリート。競技人生を左右してきた大怪我に広田の木。血は揺れ動いた。一度は、オリンピックの子。に、立てないんじゃないかと思いました広田。状態をこう明かす。コートに立てるまで回復。で、7、8割は戻っています。ただ、カバーする範囲は、 いつもより狭まり、プレーに影響を及ぼして、のは見て取れた。それでも福島は語った。広田。できる範囲で動いて自分がカバーするだけ。寿司それは苦ではないです二戦目を勝利して、踊り自決賞進出を決めたしかし、最終戦で敗れてになり、 準々決勝は世界ランキング3位の中国ペアの対戦となった点1位通過していれば当たらな。たであろう競合ペアとの対戦で、まずは第1。無を選手ただ第2ゲーム以降は強打を中心。前後左右に揺さぶる相手に対応できなかった。ジベージ奇跡の決勝トーナメント進出。